まずはジャイアンツの先発桑原が東京ドームのマウンドに上がります。さあタイガース打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。立ち上がりの配球なんですが、里崎さんはどのような考えを持ってらっしゃいますか。まずその日のピッチャーの出来を早く把握して、いい球を中心に組み立てたいですよね。はい、キャッチャーがそのいい球引き出すことができるのか見ましょう。ボールになります。打ちました。痛烈な打球、切れました。ファウルボール。変化球が低めに外れます。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。外れました。先頭バッターを歩かせます。ノーアウトから先制のランナーを出していきます。先頭バッターを歩かせるのはまずいですよね。はい、ここは気持ちを切り替えて次のバッターをしっかり抑えたいところ。ここはゲッツーを取りたい場面ですよね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。キャッチャー強肩なんでランナーは少し慎重になってるでしょうね。なるほど。ファーストランナースタート。キャッチャー二塁とタッチアウト。盗塁失敗。見事に盗塁を封じました。これでピッチャーは楽になりましたよね。はい、先制のランナーいなくなりました。キャッチャーがいい送球しましたよね。そうですね。これが6球目。見逃して三振になります。バッターボックスは3番マルテ。ツーアウトランナーありません。マウンド上のピッチャーは桑原、そしてキャッチャーは北。このバッテリーをタイガース打線がどう攻略していくか。取ってスリーアウトです。バッターボックスの北、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。フォアボールのランナーが出ています。今日の先発ピッチャーはジャイアンツが桑原、そしてタイガースが西、この2人の投げ合いとなっています。3球目は何で来るか。大きく外れてボールになります。変化球タイミング合いません。2ボール2ストライクです。セカンド回って三塁に向かう。ホームに送球する。